温泉。第一行。夜になると、その谷間は真っ黒な闇に飲まれてしまう。闇の底をゴーゴーと谷が流れている。私の舞を降りて行く浴場は、その谷際にあった。浴場は石とセメントで築き上げた。 地下牢のような感じの共同湯であった。その頑丈な石の壁は、豪雨の旅ごとに氾濫する谷の水を支え止めるためで、その壁にくり抜かれた谷際への一つの出口が、また牢門そっくりなのであった。昼間、その温泉に浸りながら、牢門の外を眺めていると、明るい日光の下で、 白く白く高まっている背のたぎりが目の高さに見えた。差し出ているカエデの枝が見えた。そのアーチ型の風景の中を弾丸のように革ガラスが飛び抜けた。また夕方、谷際へ出ていた人が辺りの暗くなったのに驚いてその門へ引き返して来ようとするとき、ふと目の前に。 その楼門の中に楽しく伝統がともりもうもうと立ちこめた湯気の中ににぎやかに男や女の死体が浮動しているのを見るそんな時人は今まで自然の中で忘れ去っていた人間仲間の楽しさを切なく胸に染めるのであるそしてそんなこともこのアーチ型の楼門のさせる技なのであった 私が寝る前に入浴するのは、いつも人々の寝静まった真夜中であった。その時刻には、もう誰も来ない。ゴーゴーと鳴り響く谷の音ばかりが耳について、お決まりの恐怖が変に私を落ち着かせないのである。最も恐怖とは言うものの、私はそれを文字通りに感じていたのではない。 文字通りの気持ちから言えば体に一種のリフラクシオンを感じるのであっただから夜更けて湯へ行くことはそのリフラクシオンだけのエネルギーを余分に持って行かなければならないといつも考えていたまたそう考えることは定まらない恐怖にある限界を与えることになるのであったしかし そうやって毎夜遅く湯へ降りてゆくのが度重なるとともに、私は自分の恐怖がある決まった形を持っているのに気がつくようになった。それを言ってみればこうである。その浴場は非常に広くて真ん中で二つに仕切られていた。一つは村の共同湯に、一つは旅館の客に当ててあった。 私がそのどちらかに入っていると、決まってもう一つの方の湯に何かが来ている気がするのである。村の方の湯に入っているときには、決まって客の湯の方に男女のポソポソ話をする声が聞こえる。私はその声のもとを知っていた。それは浴場についている水口で、絶えず清水がほとばしり出ているのである。 また、男女という想像の寄ってくるところもわかっていた。それは、谷の上にだるま茶屋があって、そこの女が客と夜更けてゆえやってくることがありうべきことだったのである。そういうことがわかっていながら、やはり変に気になるのである。 男女の話し声が水口の水の音だと分かっていながら、不可抗的に実体をまとい出す。その実体がまた、変に幽霊のような性質のものに思えてくる。いよいよそうなってくると、私はどうでも、一度隣の湯を覗いてみて、それを確かめないではいられなくなる。それで私は、 本当にそんな人たちが来ているときには自分の顔が変な顔をしていないようにその用意をしながら取り合いの窓のところまで行ってそのガラス戸を開けてみるのであるしかし案の定何にもいない次は客の湯の方へ入っている時である例によって村の湯の方がどうも気になる 今度は男女の話し声ではない。気になるのはさっきの谷への出口なのである。そこから変な奴が入ってきそうな気がしてならない。変な奴ってどんな奴なんだと人は聞くに違いない。それが実に嫌な変な奴なのである。陰鬱な顔をしている。カジカのような肌をしている。 そいつが毎夜、決まった時刻に谷から湯へつかりに来るのである。<laughs> なんという馬鹿げた空想をしたもんだろう。しかし私は、そいつが別に辺りを見回すというのでもなく、いかにも毎夜のことのように、陰鬱な表情で谷から入ってくる姿に、ふと私が隣の湯を覗いた瞬間、 私の視線にぶつかるような気がしてならなかったのであるある時一人の女の客が私に話をした私も眠れなくて夜中に一度湯へ入るのですがなんだか気味が悪うござしてね隣の湯へ谷から何かが入ってくるような気がして 私は別にそれがどんなものかは聞きはしなかった。彼女の言葉に同感の意を表して、やはり自分のあれは本当なんだなと思ったのである。時々私は、その楼門から谷へ出てみることがあった。合合たる背のたぎりは、白蛇の尾を引いて川下の闇へ消えていた。向こう岸には、 闇よりも濃い木の闇、山の闇が黙くと空へ押しぼっていた。その中で一本、無垢の木の幹だけがほの白く闇の中から浮かんで見えるのであった。これは素晴らしい銅版画のモチーフである。黙々としたかややの黒い影、銀色に浮かび出ている 竹やぶの闇それだけわけもなく簡単な黒と白のイメージであるしかし何という言い表しがたい感情に包まれた風景かその銅版画にはここに人が住んでいる戸を閉ざし眠りに入っている 星空の下に暗黒の中に彼らは何も知らないこの星空もこの暗黒も虚無から彼らを守っているのは家であるその妊婦の表情を見よ彼は虚無に対抗している重圧する粒のもとに 黙々と哀れな人間の意図を守っている一番端の家はよそから流れてきた浄瑠璃語りの家である宵のうちはその障子に人影が映り「ででんでんという三味線の発音と下手なおえつの歌が聞こえてくるその次は角屋のばあさんと言われている 年寄っただるま茶屋の女が古くからいたその角屋から飛び出して一人で汁小屋を始めている家である客の来ているのは見たことがない婆さんはいつでも滝屋という別のだるま屋のいろりの傍らで角屋の悪口を言ってはガラス戸越しに街道を通る人に媚びを送っているその隣は木地屋である 背の高いお人よしの主人は猫背で老である。その猫背は彼が長年盆や膳を削ってきた繰りもの台のせいである。夜彼がサイ君と一緒に温泉へやってくる時の格好を見るがいい。長い首を斜めに突き出し、丸く背を曲げて胸をへこましている。まるで病人のようである。 しかし、くり台に座っている時の彼の、なんとがっしりしていることよ。彼はまるで獲物を取った虎のように、くり台を押さえ込んでしまっている。人は彼が牢であって、無類のお人よしであることすら忘れてしまうのである。往来へ出てきた彼は、だから機械から外してきたクランクのようなものである。 少しばかり格好の滑稽なのは仕方がないのである彼はめったに口をきかないその代わりいつでもニコニコしているおそらくこれが人のよい老の態度とでもいうのだろうだから商売は細君任せである細君は醜い女であるがしっかり者である やはりお人よしのおばあさんと二人でせっせと盆に着漆を塗り戸棚へしまい込む何も知らない温泉客が亭主の笑顔から値段の応対を強取しようとでもするときには彼女は言うのであるこの人はちっと眠がってるでなこれはちっともおかしくない彼ら二人は実にいい夫婦なのである 彼らは家の間の一つを商人宿にしている。ここもあんまが住んでいるのである。この宗さんというあんまは、浄瑠璃屋の常連の一人で、尺八も吹く。記事屋から聞こえてくる尺八は、宗さんの暇でいる証拠である。家の入り口には二軒の百姓屋が向かい合って立っている。家の前庭は、 広く砥石のように美しい。ダリアやバラが縁を飾っていて、舞台のように街道から築き上げられている。田舎には珍しいダリアやバラだと思って眺めている人は、そこへこの家の娘が顔を出せば、もう一度驚くに違いない。グレート編である。評判の美人である。 彼女は前庭の日なたで眉を煮ながら、実際グレート編のように糸繰り車を回していることがある。そうかと思うと、勝者ほどもある枯れ替を背負い枠で背負って山から帰ってくることもある。夜になると弟を連れて温泉へやってくる。健やかな裸体。まるでギリシアの水亀である。 エマニュエル・ド・ファッリアをして、シャコンヌ部局を作らしめよ。この家は、この娘のために、なんとなく幸福そうに見える。一群の鶏も、数匹のハクトも、ダリアの寝方で舌を出している赤犬に至るまで。しかし、向かいの百姓屋は、それに引き換え、なんとなしに陰気臭い。 それは東京へ出て苦学していたその家の次男が最近骨になって帰ってきたからであるその青年は新聞配達婦をしていた風邪で死んだというが肺結核だったらしいこんなきれいな前庭を持っているその上堂々とした駆け火の水だめさえある立派な家のせがれが なぜまた新聞の配達婦というようなひどい労働へ入っていったのだろう。なんと楽しげな生活がこの谷間にはあるではないか。森林の伐採、杉苗の植え付け、夏のつる切り、枯れかやを飼って山を焼く。春になると、わらび、吹きのう夏になると、 谷をあゆが登ってくる彼らはいち早く水中メガネとかぎ針を用意する背や縁へ潜り込む上がってくるときは口の中へ1匹手に1匹針に1匹そんな谷の水で冷え切った体は岩間の温泉で温める馬にさえ 馬の温泉というものがある。田植えで泥まみれになった動物がピカピカに光って街道を帰ってゆく。それからまた晩秋の自然薯掘り。夕方山から土にまみれて帰ってくる彼らを見るがよい。背に2巻3巻の自然薯を背負っている。杖にしている木の枝には、 赤裸に皮を剥がれたマムシが縛り付けられている。食うのだ。彼らはまた、朝早くから、シリもゴリも山の中のわさび沢へ出かけてゆく。奈良やクヌギを切り倒して、シイタケのボタギを作る。わさびやシイタケには、どんな水や空気や光線が必要か。 彼らよりよく知っているものはないのだしかしこんなイデイイルの中にも生活の鉄則は横あっている彼らは何も白い手の短章のためにかくも見事に鎌を使っているのではない食えないそれで村の次男や三男たちは どこかよそへ出て行かなければならないのだある者は半島のほかの温泉場で板場になっているある者はトラックの運転手をしている都会へ出て大工や差し物師になっている者も,もある杉や欅の出る土地柄だからだしかしこの百姓屋の次男は 東京へ出て新聞配達になった真面目な青年だったそうだ苦学というからには募集広告の講談社的な欺瞞に引っかかったのに違いないそれにしても死ぬまで東京にいるとはおそらく死に際の幻覚には目に立てて見る塵もない自分の家の前庭や 滴りつどってくる苔の水が水晶のように美しいかけ火の水だめが彼を悲しませたであろうこれがこの小さなあざである 2> 第二項温泉は街道から幾俺かの石段で 谷際まで降りてゆかなければならなかった街道もそこまでは乗り合い自動車がやってきた谷もそこまではというと少し比較がおかしくなるがアユが登ってきたそしてその乗り合い自動車のやってくる起点はちょうどまたこの谷の下流の K 川が半径ほどの幅になって流れている こののの半島の入り口の温泉地なのだった。温泉の浴場は谷際から厚い石とセメントの壁で高く囲まれていたこれは豪雨の時に氾濫する恐れの多い谷の水からこの温泉を守る防壁で片側はその壁片側は崖の壁でその上に人々が衣服を脱いだり 一服したりする三十畳敷くらいの木造建築が取り付けてあったそしてこれが村の人たちの共同の所有になっている瀬古の滝温泉なのだった浴槽は中で2つに仕切られていたそれは一方が村の人の共同湯に一方がこの温泉の旅館の客が入りに来る 客になっていたためで、村の人たちの湯が広く何十人も入れるのに反して客湯はごく狭くその代わり白いタイルが貼ってあったりした村の人たちの湯にはまた谷際へ出る凶門型にえぐった出口がその厚い壁の横側に開いていて湯に浸かって眺めているとそのアーチ型の空間を目の高さに高まって 白い背のたぎりが見え谷際から差し出ているカエデの枝が見え時には弾丸のようにさっかしてゆく川ガラスの姿が見えた第3項温泉は街道から幾折れにもなった石段で谷の脇まで下りていかなければならなかった。 そそこに殺風景な木造のの建築ががある。浴場は谷際から石とセメントで築き上げられた分厚な壁を谷に向かって回らされていたそれは豪雨のために氾濫する恐れのある谷の水を防ぐためで谷際へ出る一つの出口がある霧で 〈その浴場に地下牢のような感じを与えるのに成功していた〉〈何年か前まではこの温泉もほんのかやぶき屋根の吹きさらしの温泉で桜の花も散り込んできたし谷の眺めも眺められたしというのが古くからこの温泉を知っている浴客のいつもの階級団であったが多少楼門じみた感じながらその谷へ〉 出口のアーチの中へは谷の楓が枝を差し伸べているのが見えたし背のたぎりの白い高まりが目の高さに見えたし時にはそこを弾丸のように作化してゆく革ガラスの姿も見えたまた壁と壁の支え上げている天井との間のわずかの隙間からは夜になると星も見えたし。 桜の花片だって散り込んでこないことはなかったし、時にはカケスの美しい色の羽毛がそこから散り込んでくることさえあった。